総合研究大学院大学学院の長谷川と申しますあの、えー、寿命とかその人の一生とかそういうことについてあのそれをメカニズムをいじることができるかもしれなくなってきた、えー、そしてその加齢年を取ることというのはあの、まあ、一部とても、えー あまりあのいい感じがしない見にくいこととかあの嫌なこととかっていう価値観もあって、えー、で寿命が終わるっていうのも嫌だなっていう感覚もあってそれを止めるまたは伸ばす、えー、直すみたいなことがあったらあのいいんではないかという希望はあの常に人間は持っていたんだと思います。でそのことに関して えー、何かあの本当にメカニズムをいじることができるようになった時に人間は何を、えー、考えたらよいか何をそのことに関して、えー、いろんな意味であの警鐘を鳴らすことも必要だし、えー、すごい変化が起こるというふうにあの覚悟を持って受け止めることも必要だしというようなことをいろいろ考えてしまいます。でそれで本当は あの進化的に見た場合の,その人の寿命とそこから生まれるいろいろな人生観と哲学みたいな関係のことをあの話そうと思っておりますのでタイトルもそうするべきなんですけどちょっとあの、えー、先週アフリカから帰ってきて全く時間がなかったのですみませんがちょっと古いスライドを使います。であの その進,進化的ということを考えるとあの究極の要因ですよねあのどういうメカニズムでそれが起こるのかではなくてあの本当になぜそもそもそうなっているかっていうことがあの進化的要因としてあの非常に重要なあの。 疑問になりますで多くの生物学の分野っていうのは資金要因の話でどういうメカニズムでこうなっているのかどういうふうに、えー、そこがこうこれが A が B になるから、えー、こうなるんだというその仕組みをあの探る研究が多いですねそれはあの進化的には資金要因というふうにあの呼びます。 でなぜエイジングが起こるのかなぜ寿命というのがあるのかということについての資金要因の研究は随分、えー、たくさんあってもう今やただただそのテロメアやフリーラジカルなどという漠然とした話ではなくてあの本当に研究が進んであの、えー、細かなことがあの分かってきたと。 でそうするとそれはあの止められるあのメカニズムですから分かったら止められるかもしれないということになってきているというのが現状だと思います。ししかそそれをその あの究極要因じゃあなぜそもそも加齢するようになっているのかなぜ寿命が決まっているのかというようなことの進化要因についてはあのメカニズムをいじる探る人の間ではあまりあの、えー、雲をつかむような話というかあの現実的に考えないことが多いかと思うんですけれども。あの まあ、その有生生殖というのが始まった時に個体の死というものはプログラムされることになってでそれにはまあ何億年という歴史があるんだということを考えると、えー、ど,うどうして究極要因でこうなっているのかということを考えた上で資金要因をいじらないといけないんではないかという気はします。であのいろいろの大昔からですねいろんな人が進化生物学者があの、えー、なぜ生殖の、えー カレーが起ここるのかとといいいうことはろろ言っておりますでまあメダワーなんかがあの、えー、年を取ってから有害な影響を及ぼす変異は若い時にはあの、えー、出てこないわけだから若い時に有害な影響を及ぼす変異よりも蓄積してしまうだろうとでそうするとそれに対する到達っていうのは低いことになるので、えー、遅れてあの特に繁殖が終わった後に悪い ことが起こるというようなこと自体は全体としてそれがメカニズム上の何であれそういうものは、えー、あの残ってしまうだろうということを言ったと。でウィリアムズというあのジョージ・ウィリアムズという有名な人はあのもう亡くなりましたあの人ですけれどもあのこれは。あの セネッセンス、そのエイジング、老化というのはあの繁殖が起こることのコストだと。あの繁殖があると必ずあの、えー、繁殖しているときの若いクラスっていうのはあの適応があの貢献度が高いからそこに有利に働いて、で後にあの悪いことが起こったってそんなことはあの取り除かれないのでどんどんたまるというそういうことを言っております。でその あのこの研究ってそ,そういうようなことはみんなこういうようなことはみんなあの、えー、論理的なあの分析ですよねあの何がどうだっていうことは分からなくてもとにかくそういうものがあれば何であれ年、えー、を取ってからというか繁殖が あの住んだあとみたいな時に起こるものっていうのはあの取り除かれないから悪い方に行くだろうってそれは仕方がないだろうということを考えたということです。でその考えたっていうだけじゃなくてあのなんかそのいろんなえー コスト・オブ・リプロダクションで本当にどう働いてるかとかそういうようなことを具体的に研究するようになったのはもっとずっとあの後のことです。であのこのパートリッジ、リンダ・パートリッジらがやったっていうこれ私今ちょっと忘れてしまったんですけれどもあの、えー、症状映えなんですが症状映えであの 若年繁殖集団と、えー、老年繁殖集団といいましても症状疾患ですから生後1週間以内のメスが若いメスで生後34週間のメスが年寄ったメスということであのそういう。たあの まあ年齢の違う週齢の違うメスが産んだ卵っていうのをずっとあの19世代同じようにその若くて産ませるか年取って34週後に産ませるかということでやっていったら比較したら。あの 遅くあの卵を産むっていう集団は死亡率が低いんだというようなことが分かってで、えっと、老年集団は、えっと、卵生産は少ないんだということが分かったりとかなんかそのやはりあの繁殖ということの、えー、裏表というかコストで。あの 寿命みたいなことが関係があるということをまあ実証的に示したりもしています。まあ、これは99年の実験ですごく古いものですけど、まあこのような関連を示すものっていうのは山のようにもう今は研究はされています。 でそうするとでで、この研究で面白かったのは、その両集団のメスを不妊化して、あのこう卵をえその時では産まない、で、また次ってやると死亡率の差が消滅したというようなところはとても面白かったですが、えー、とすみません、私は本物のこの研究ということを忘れてしまったので、まあ、これはあの古い研究の代表例みたいなつもりで出しました。あの今新しいいろんんな研究はたくさんあります でそのあのつまりなんかその、えー、繁殖をすることっていうかあの 卵が生まれて、えー、子どもになって繁殖をして大人になって、えー、死ぬっていうこの一連のものっていうのが個別にコンパートメントで独立になっているわけではなくて何かをしなかったら何かがなるとか、えー、と老年になってから繁殖すると少ないとか若い時の繁殖があると、えー、後の死亡率があの上がるとか、まあ、そういう関連性があるということをあの重要な指摘だと思います。 でそういうことから生活史の戦略ライフヒストリーということがあのどう進化するかの,あのまとめがいろいろされましてでライフヒストリーというのは何かというとあの動物でも植物でもあの生まれた時から死ぬまでの間の一生というのの間に、えー、それが時間的にどう進むかと。 あの成長段階に応じてエネルギーがどのように配分されているかということをどんな組み合わせでできるか進化するかということがバラバラではないのであの成長と繁殖体の大きさと寿命いろんなことにあのエネルギーの配分がこう全体としてあ,ある一つの塊になって進化するという。 あのそういうあいろんな戦略がそこであり得ると、配分の仕方に戦略があり得るということを考えたあの理論の,あのまとまり、それをまあ生活史戦略の進化と呼びます。で、それを見ると、さまざまなトレードオフ関係があるということが非常に重要なことなんですね。あの体が大きいということは、そこにとても大きなエネルギーをあの体につぎ込んでいるわけで、でそうすると、 あの時間がかかるから大きなエネルギーをつぎ込んですぐ大きな体を作ることはできないので体が大きいと必ず、えー、伸びて寿命が長くなるとかあの体が小さいっていうのはあの回転率が速いということになるので寿命は短いし死亡率が高いしというようになるとかいろいろこうトレードオフ関係があるということです。 であのグッピーなどはあの実験も簡単ですからそれからあの、えー、生息地の,その南米の川の支流ごとにいろいろなあの環境要因が違うところで同じグッピーという魚がどう生きているかということをあの調べますと、えー、たくさん捕食する魚がいて捕食率が高いつまりすぐ大人でも死んでしまうというようなことが えー、あるような環境では、えー、体が小さいうちに早く生成熟して繁殖を開始してで何度も何度も繁殖を繰り返し1回の繁殖努力っていうのはあの、えー、親の体重に対する卵の総重量ですけどこれは大きくてであのだけどそれは数が多いんで相対的に1匹1匹は小さい子ども生産しているとか。でも あまり大人が死なないところっていう環境ではゆっくり成長してゆっくり繁殖して一匹一匹に大きな子どもをあの少なく数少なくしか生産しないとかいうことが起こっている。でそうするとあの本当にあの環境と、えー、まあ環境がこれは 大人の親の死亡率がどうかという環境要因ですね。これが違うことによって生活心の一生の配分というのが随分変わってくるということを示しています。で、それでさて私たちあの哺乳類。 を見ますと哺乳類っていうのは必ず、えー、母親が受精したあの子供をお腹に、えー、子宮に入れてそこで育てて出産して授乳をするミルクを飲ませるそして大人になって繁殖をするということなので。 あの哺乳類というのには必ず胎児というあの生活史の,その段階としては必ず胎児があります。で生まれてきてミルクを飲んでいるという赤ん坊というあの授乳中というのがあります。 でその後、えー、離乳が終わるとさっさと生成熟してそして大人になり、えー、大人というのは繁殖子育てをするか、まあ、子育てをどれくらいするかあのメスが、まあ、授乳するのは必ずありますけどオスがどう関わるかというのは、まあ、95%以上の哺乳類のオスは何もしないんですがあの、えー、そこで大人になって繁殖中でそして死ぬというあのこれ、まあ、哺乳類には必ずこの3段階であの行くんですね。 でもそこにあの、えー、子どもっていうのはあの離乳はしただけれど生成熟はしていないという習慣をあの指します。だけど多くの哺乳類これはないということはないですけどすごく短いんですね。あの犬や猫なんかうちで飼ってる犬なんかもあの生後3ヶ月で離乳しますが、えー、生後1年では 生成熟になってしまったりするので期間すごく短いですよねで霊長類サルっていうのはこの子供期結構あります日本ザルでも離乳は1年後で生成熟は4歳ぐらいなので3年ぐらいあるとかねあのまあ、それは霊長類には長いのがあるんだけど哺乳類はすごく短いと でさらに若者というのがありましてあのこれ人間ですねあの生成塾はしたんだけれどまあ一人前とはなかなか言えないというまだあの、えー、脳みそもいろいろ発達するしあの体力もあの 行くしっていう,うにあの生成塾があの完全に一人前というわけではないというこれが人間で、まあ、哺乳類に普通は存在しないです、まああのえー、チンパンジーなんかでは生成塾から本当に一人前って言えるかなっていうまでにちょっと数年あることはありますけれどあの犬猫なんかないしあの子ども若者というのが赤ん坊のと大人の間にかなり長く入っているっていうのは人間の特徴だと思います。 でさらに人間っていうのはあの、えー、メスが繁殖終了後長々生きますあの、えー、繁殖終了っていうことは卵が出なくなった排卵がなくなったということがあった後もあのも即衰えて死ぬわけではなくて私も今70ですけれど排卵は終わって。 しまいましたけれどもまだまだあの元気であるというそういう老後というのがありますで男性は最後まであの精子生,生産は可能ですけれどもそれでもやっぱりあのどんどん減ってはいきますがでもあのもう繁殖行動をしなくなってもあのおじいさんというのは結構長生きするわけですよね。 ですのであの人間というのは哺乳類のプログラムのこの3つに加えて、えー、子ども、若者、老後というかなり長いあの生活史戦略ストラテジーを持っているというものです。まあ、赤ちゃんはどこにでもいて、ね、で運ばれていてそしてあのミルクを飲んでいるのが赤ちゃん。で人も同じくあの えー、狩猟最新民などはみんなあの授乳中の赤ん坊は運んであげるしでそ,そこであの授乳をするという母親の役割はものすごく負担が大きいわけです。であの人はとてもあのあの離乳が早いんですね。つまり授乳をしている えー、ミルクを飲んでいる時間っていうのはチンパンジー4.5歳までなのに、えー、チンパンジーより体重が大きい人間が2.8歳で離乳してしまうのであのとてもあのしかもあの人の方が脳の大きさも重いのに早く離乳するんですよ。でこれはあまりにもあの赤ん坊の,その要求が高いのでずっと母親一人で、えー、エネルギーを分け与えるっていうことは不可能なので早めにやめてしまって、えー、外からの,あの 補助で育つようにするというふうに人間のあの生活史は切り替わっているということを示しています。で、えー、子供っていうのはあの栄養と移動に関しては自立しているが心理的保護では母親に頼っている時期とまああの霊長類では言うんですよね。で、ホンザルは離乳するのは1歳だけどまだ子供で、えー、その 生成塾前だし母親にいろいろ頼ってるの3歳ぐらいまででチンパンジーは5歳から10歳っていうことで。 母親から子どもにエネルギーの流れはないんだけれどいろいろと頼っている時期で人は3歳から15歳ぐらいですかねと言われるんだけど、まあ、人の子どもは全然自立してません栄養の面でもあの栄養と移動に関して自立しているがっていうのがあの霊長類なんかの子ども期なんですけど人の子ども3歳で、えー、離乳はしてますけどあの全然栄養的にも移動的にもあの自立なんかしていません。であの さらに心理的保護っていう意味ではまだまだあの母親だけじゃなくていろんな人に頼っています。でチンパンジーは5歳で離乳をするんですけど、まあ、離乳してしまったら、えー、自分で食べる自分で歩く自分で巣を作るっていうのであの、まあ、自立してます。で人の子供は離乳したからといって全然あの自立はしません。 で人はそれに長い子供期と思春期の末にスパートがあって、えー、思春期にワッと大きくなるっていうのが特徴ですね。でなのでなんかその人はすごくあの離乳後も実に長い間独り立ちしなくて大人から子供へのエネルギーの流れがすごくたくさんあって、えー、なかなか一人前にならない。 でそれは人の大人自体が非常に複雑な共同作業をし,しながら一緒にえ困難なあの食料を獲得しながらニッチあに進出するというそういう社会を築いたのであの、まあ、なかなかあのそういうことのできる大人にはなれないわけですよね。 でさてそれでですねそういうふうに長々育てた、えー、エネルギーをたくさん投資した後の大人っていうのの、まあ、老後の話になるんですがあの、えー、女の人ですけど男の人も女の人も両方メールフィーメール両方書いてありますがあの、えー、これはあの えー、プメっていう人たちあのハンターギャザーラーの,あの人たちの,あの体力なんですけどあのどのくらい40歳以上の40歳以上の,あの,歳以上の,あの男の人40歳以上の女の人がどれだけの,あのものを、えー、担げるかというようなことをあの、まあ、ドライシーズンとウェットシーズン、まあ、分けて書いてありますけどあの要はねあの 40歳以上にの女性っていうのが結構ばらつきはあったとしても結構たくさんあの体力があるっていうことです。あのずいぶんあの重いものを運んで暮らしてるということです。でこれはアチェというあのやはりベネズエラの,あの素方農耕とハンターギャザラの人たちで、えー、握力ですよね悪力を測ったのを握力を測ったのを いろいろこうあのばらつきがあるけれどあの男性はこ,こちらであの平均すると、まあ、25歳ぐらいですごく上がってってあと徐々に落ちるとでしかし女性はあんま変わらないんですねでということはあのこの3540455060で私70でここだけどあ,のあんまり体力そのものとしては落ちないでそれで今のはハンターギャザラだったけれどそういうあのこう 狩猟最終民というあの近代の社会で,、えー、ではないあの福祉社会ではないところで暮らしている人たちは毎日毎日こうあのいろんなことをして働いているからそれで強いんだろうというのはそうなんですけどこれはあのアーバンオーストラリアなのでオーストラリアの都市に住んでいる女性ですねでそのハンドグリップがどのくらいこう20歳から下がっていくかと見るとまあいろいろ下がってはいくんですけどあのこういう ある意味カウチポテトと言われるようなあの都会であのノーノーと暮らしている女の人だってそんなに急速に落ちないんですよ体,体力そのものがねあのこの。これはハンドグリップですけど。で、えっと、それであの男性の方は。 あの探したらあのマラソンの世界記録っていうのがあってあのマラソンの世界記録はまあ早い方がいいわけなのであの体力あるわけですがあの10歳ぐらいから12ぐらいか,、ね、から始めて、えー、どんどんやはり記録は速くなりますで30代ぐらいが、まあ、この辺が一番速いでそれでどんどん上がってはいくのですけれどあの見てください10歳の時よりも遅くなるっていうのは70越してからなんですね ですのでやっぱりものすごくあの壮年え本当の大人壮年老年初老この辺までっていうのはあの本当人間って落ちないんですよ。でそうできてるんだと思うね。でそれで私のその素朴な疑問っていうのはあの えー、人生の後半になって、まあ、あの女性の場合は閉経っていう卵巣があのもうあの働かなくなって排卵が起きなくなって繁殖は終わりというのがはっきりある日起こりますが、まあ、そういうその人生の後半に起こるあの老化でその,その後、まあ体力的にはすごくゆっくりゆっくり繁殖 落ちていくわけけですけどあのそういうその老化というプロセスに手を加える技術というのができたというのが、えーまあ、本当にできるのかできたのかあの応用可能なのかどうかというのはまだ私もよく知りませんけれど、まあ、そ,れそういう研究は進んでいると。そその時にその時時に点で えー、そこに手を加えるということで生活死戦略の全体ですね卵の生まれた時からあの受精の時から胎児からあの赤ん坊子供ってこうずっとこうあのいろんなトレードオフ関係がありながら全体が成り立っている生活史戦略というのの形質全体っていうのがある時点のあるメカニズムを変えることによってどうなるのかっていうのがよくわからないです私としては。あの えー、脳の発達とかあのそれからあのドーパミンその他の,その気力の問題とかそれから経験が積まれることによって学習が進んで、えー、その時にいろいろ考えていたことが変わっていくとか、えー、それからあの えー、競争心とかもうそれも全部ドパミンなんですかねアドレナリンも関係あるかなあのそういうようなことのあの働き方の全体っていうのが、えー、タイムスケールというのの中である、えー、ゼロ地点から100地点までこう行くことによってこう必ずいろんな意味で変化が起こるその全体を、えー、制御しているということだとすると。あの 60になってこうなってきたからここを止めましょうっていうことでその時に一体何が起こるのか、えー、ある体の,あのプロセスをうまく若,若返りの訓練みたいにやるとあのそれがフィードバックで脳にも行くっていう話を聞くんですけどそれで本当に全体の、えー その人生に対するいろいろな考えとか気力とかえ挑戦心とかそういうのも全部変わるのかどうかそれがよく分かんないえそれと,あのえっとここに作ってはおりませんがあの人間は長らくあの老化が起こって寿命が来るということを えー、自然の成り立ちだとして受け入れてきました。でそれは実際そうだったわけだしでそれがあの、えー、もしもうそんなことがあの止められたらいいなという夢はいつもい抱いてきたのであのポンセ・デ・レオンの若返りの泉とか、まあ、そういう話はいっぱいあったとで。にもかかわらずそれは現実には起こらないので。 あの人生を考えるっていうのは哲学とか、えー、ことわざとかあのいろいろな文化での知恵とかっていうことは全部、うんえー、人生が始まって勢いがついてでそしてだんだん あの安定してそして衰えていって死ぬという全体像のもとに、えー、作られてきました哲学とか宗教もそうだしあの日常的にいろいろあの言われている、えー、価値観というのは全部それに従って作られてきましたですので希望ということとか諦めということとか、えー、その信頼ということとかあの あとは何でしょうねその、うん、な,なんかその変えなきゃ変えなきゃっていうその原動力はあるんだけどもう私はいいやっていうあの後に譲るという考えとかね、まあ、いろんなことが起こってきたんですけれどそれが、えー、老化を起こさないまあそれでえっと ずっと長寿命でもう200年300年生きるようにすることが目標なのかそれとも100歳でピンピンコロリのとを目指すのかっていうのはまあいろいろあるでしょうけれどその老化によるいろいろなメカニズムっていうのを阻止することによってずっと若々しくいられるっていうことが現実の問題になった時に先ほど言いましたような諦めとか希望とか、えー、譲るとか えー、そのあのまあ友情もそうかな愛とか信頼とかそういうようなことはどう変わるんでしょうかねっていうのはとても難しいことだと思います。で人間はあのなかなかあの、えー、現実問題として目前に、えー、かなり広まってこないとあの。 考え方そのものとかあの生活習慣そのものっていうものをあの劇的に変えるっていうことはなかなか難しいと思うのであの数人の人がそういうことができるというだけでは人間全体の,あの世界観価値観が変わるということはないと思います。だけどど広まっっててきた時にそそれれがどう変わっていくのかそれからその 数人の人がって言いましたけど数人の人だけがそういうことができる社会って何だろうねとそれは格差の究極の社会かもしれないしそれからある、えー、そのお金があるとか何かアクセスがある人だけがそういうことができるっていうのはあの人間としてあの不平等だっていうのはどうなんだろうとか、えー、ある一つの病気 本当に病理状態というのを改変するということのためにいろんな技術を使うということはすぐに、えー、正常な人でももっともっとというふうにあの技術が拡散していくっていう滑り台的なところはあります。でその時にあの、えー、老化を抑えるとかあのエイジングの効果をミニマムにするとかっていうことが病的な状態を止める。 というようなことだけではなくて、えー、正常な普通の人がもっともっととなった時にどこで止められるかというのは滑り台をどこで止めるかというのは非常に難しい問題で考えてみるとこの老化をどうかしようかというような問題はあの生殖医療の問題と非常に近いと思います。あの生殖医療 あの子供があがいないできない人にどういうふうに医療として、えー、子供を授けるかということをあの遺伝子をあのいじるとかそのえー 卵を取り出すとか卵の中の,あの、えー、遺伝子だけ取り出すとか、まあ、いろいろそういうことをどこまでやっていいかでそれからその遺伝子治療ですねそういうあの生殖だけじゃなくて遺伝子治療とかそういうのもみんなあの、えー、人間がずっと、えー、こういうのが当たり前だと思って人生を考えてきたというのの根本に手を加えるということをすると、えー、いろんなことが あのまあ、パンドラの箱を開けるというかそういうことになるのでいろいろ慎重な姿勢を取るわけですけどあののの問問題題もあのそのようなななつではいいかなと思いますで私は個人的にはあの今の私はあの今の状態でもいいのであのこれ以上若返りたいとも思いませんししわくちゃで随分ひどくなってきましたけど、まあ、こういうもんだと思っております。 しかし他の人がどういうふうに考えるかどう考える人が大勢になるかということによって随分、えー、社会が変わるでしょうしあの人間はできるとなると必ずすることになるので,で、えー、それほど効果でなければ売れるとなると必ずあの広まるので何か手を打って考えておくっていう必要は必ずあると。 で、それがとうとうこの辺まで来たのかなというのが、今の私の素朴なあの疑問です。えっとと感想です。あのでは、あの一応、私の話はこのぐらいにして、皆さんで議論をしていただければと思います。どうもありがとうございました。